乙女ロードとは東京都豊島区東池袋3丁目にあるサンシャイン60の西側の通りの通称。書室は雑誌パフ2004年5月号。乙女ロード園継市と高速5号池袋線下のサンシャイン前交差点から春日通りの東池袋3丁目交差点までの200メートルほどの道路の片側に女性を対象にしたアニメグッズや 同人誌などを扱う店舗が密集している。婦女子の聖地と言われる。2005年頃から女性オタクの街、池袋の象徴としてマスコミに取り上げられるようになり、認知度が高まった。池袋駅周辺には1980年代からアニメートやアニメポリスペロといったアニメグッズを扱う店舗が点在しており、アニメグッズの購買層が女性に偏っていることから、 秋葉原や中野に比べて女性客を集めやすい環境にあった。もっともこれらの店では当初特に女性向けの商品展開は行われていなかった。またコミックレボリューションやサンシャインクリエーションなどサンシャインシティで開催されている同人誌即売会は男性向けの傾向が強く必ずしも女性向きに特化した地域ではなかった。しかし、 アニメートが2000年のリニューアルオープンに伴い、女性向けの傾向を強く打ち出したことがきっかけとなり、男女のオタクが共存していた状態から女性、オタク向けに特化した商品展開が目立つようになった。また、秋葉原が男性オタクの街として認知されるに伴い、男性向けの商品をそちらに重点的に配置する店舗が増え、結果的に女性向けの品ぞろえの店が池袋に、 集まった。このことが乙女ロード形成の主因となっている。また、乙女ロードに所在していないが、コミックトラの穴も2013年4月に男性向けを扱う池袋店 A と女性向けを中心に扱う池袋店 B の2店舗体制となった。乙女ロードにはサンシャインシティ内をはじめとして、安価の雑貨、化粧品、洋服の販売店や喫茶店が多いため、 自身の趣味に対して比較的多額の投資を行うため、そういったものにあまりお金をかけない女性オタクの消費行動とマッチしたという面もある。2005年からは、執事喫茶などもこの地域に回転している。2006年時点で該当する、周辺店は8店舗存在する。なお、いわゆる、普段子の登場など、男女間の思考のボーダーレス化に伴い、男性客も多く見られるようになった。 女性客は、数人のグループで行動していることが多い。森川海二郎、数字で見る、不女子ユリいカ2007年12月臨時増刊号、134ページ。駆動補助174号、宮台真嗣中学生からの愛の事業コアマガジン、2010年、216ページ。 ISBN 978から48億6252万7363。斉藤玉木、坂井淳子、性愛格サロン、萌えとモテの間で、中央公論審査、2006年、133ページ。ISBN 978から41億2150万2148。女性の秋葉、乙女ロード、池袋に、 専門店集結、秘密の花園、産経新聞2005年7月17日配信記事、当、杉浦由美子、オタク女子研究婦女子思想体系中央公論新社、2006年、16から17ページ。ISBN 978から41億2150万2292。オタク女子研究婦女子思想体系18から19ページ。出自喫茶。 超人気の秘密は、本格のもてなし池袋、スワローテール体験毎日新聞2007年11月2日、夏休み乙女ロードガイド、アニメージュ2006年8月号、徳馬書店、P139P141、オタク女子研究不女子思想体系19ページ。ありがとうございます。